あ、こんにちは。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 てるふくと申します。じゃなんかアーキャやりたくねみたいな、急にそういう欲がある、今。どう？ない？たまにそういう時ない？急にモチベーション上がるよ。そういう時ないですか？皆さんに。ありますよね、もちろん。ね、あるよね。そう、だから急にアーキャやるわ。バンドリね、楽しいよ。今めっちゃコメント読んだ風に言ったけどさ、そんなコメント来てなかったからね、バンドリ楽しいかみたいなコメント来てなかったんだけど、めっちゃ読んでる風にしたわ。ごめん。虚空のコメント読んでしまった。よし。ちょっと待ってね。あとね、1分後ぐらいからね、やるから待って。あと1分後ぐらい。いやーもう本当にね、いいよ。音楽ゲームいいよ。楽しいよ。ちょっと適当感すごいかな。まあ別にいいや。あ、ちょっと概要欄書くわ、そういえば。概要欄に、あれ書かなきゃ。アンチコメントは警察に通報しますっていうの書かなきゃいけないからね。よし。ちょっと待ってね。自分の開いて、ね。押して、アンチコメントは、警察に、説明欄。そう、だからね、本当に警察に通報するからね、アンチコメント。警察に言う、俺。先生に言うからの上位互換だよ。警察に言うから。アンチコメントは、打ちに行く。コメントは、警察に通報しますと。OK。いいかな、これで。OK？OK OK? OK ね。OK。よし。やるぞ。OK、やるぞ。Wi-Fi 切ってやろう。よし。さあ、やりましょう。皆さん。どう？音量とかこんな感じ。あ、もうちょい前出した方がいい？音量とかこんな感じでどうかな？これもね、もうちょいこっちやって。いいね。なんかまず何やろう、曲。ちょっと待って、これさ、画面の明るさ変えたいんだけど。これね、ピュッて出して。明るさ変えて。今日おかんいるけどいないんだよね。いるけどいない。なんか病院行っちゃった、また。よし。そう、介護でね、最近大変なんで、親指と でもそれはもういいです。ヤクザなんで、僕元ヤクザなんで親指なくなっちゃってるんですよ、ここ。ほんと申し訳ないわ。何やろうかな。俺さ、これ PM してんのよね、そろそろ。スカーレットケージ、スカーレットケージね。あ、親指いつまで怪我して、あ、もう一生治らないです、これ。一生治らないです。スカーレットケージね、ちょっといい加減 PM したいなと思ってるんですけど、音でかくない？そんなことないかな。あ、おはようございます、どうも。ひろひろくん、いいね。神譜面。そう、ヤクザだったんですよ、僕。ヤクザで音ゲやってる人多分ね、0人説の俺、水曜日でダウンタウンに出すわ。ちょ、もうなえるわ、クソなえるわ。これさ、テンペスト対立ってさ、これ最初下がるじゃん、これ。見て、最初下がるんだよ。ってことはさ、これ、クオンとかやったらさ、どうなるんだろうっていう。ちょっと待って、クソなえる。 ちょっと待って。まあいいや、下手すぎない？そういう日もあるよね。そういう日もあるよね、さすがに。こうね。いや、マジで喋りながらできるから、俺。おお、このさ、この曲のさ、なんだろう、アーキアじゃない感異常じゃない？わかる？ちょっとアーキアっぽくないよね。精度悪くなっちゃうけどね、まあ別にいいかなって。おお、危な。ちょっと座り方直した。うーわ、お、今最悪の体勢でやってるわ。いけるかな PM。あ、スーパーチャットできないよ。いや、ちょっと待って。 ちょっと待って、むずいわこれ。ね、むずいわ。ね、みんなできた？この曲できないよね。少し配信ソフランかかってる。申し訳ない、それは申し訳ない。本当に申し訳ない。なんかできねえわ。あっちやるわ、俺。あれなんだっけ、あれなんだっけ、これ、フェイントライト。フェイントライト、みんなできた？アーキア感じゃなくて、調べちゃん感がある曲やな。ああ、あった。なんかさ、調べちゃんのストーリー知ってる？みんな。なんかあったんだよね。これ知ってる？ストーリー。みんな多分知らないと思う。これね、なんか一応全部やったんだけど、あれなんだっけ、カーマインなんとかあったじゃん。かゆきさんの曲。あれね、このストーリー解放の中に入ってないんだよね。すごくね。逆に、カーマイン使わねえんだと思ってさ。で、まあこんな感じで。これどういうストーリーなんだっけ？
もう忘れちゃったわ。うん、なんかギタリストの女の子の話だよみたいな感じのストーリーだったんだけど、みんな読んだかな。まあ多分読んでないと思うけどね、みんな。俺の偏見だけど、多分みんな読んでないんだろうなっていうのはわかるわ。すげえ、フォーレンスクエアとかさ、みんなできてる？こういうの。これクソストレス溜まった思い出しかないんだけど、ストーリーなの完全忘れてた。そうあるんだよね、ストーリー。え、何が一番好き？ちなみにさね、これさ、ブラックフェイトのパックの中でさ、みんな何が一番好き？ちなみに俺聞きたいわ、そういうの。980万乗った、まあ素晴らしいことだと思うんですけど、え、これさ何が一番好き？俺さこれ一番好きなんだよね。エクイリプビビエム、わかる？これ一番好きなんだけど、どう？めっちゃ好き。デレレレン、これいいよね。あ、カメリア、アンタゴニズム。あ、アンタゴ、あ、アンタゴいいわ。ごめん、アンタゴがやっぱ一番好きだ俺。アンタゴニズムいいわ。あ、アンタゴいいよね、アンタゴ。まあこんな感じかな。そう、これとかもね、てかこれ全然俺さ、なんかストレス溜まっちゃうからこれやってないんだけどさ、ロストディザイア、これやるか。11ね、11だよ。あ、やっぱアンタゴなんだ。アンタゴマジでいいよね、アンタゴニズム。てか合作でさ外れって ないんだよね、本当に。よくしょ、うーん、これなんかピアノのね、俺動画見たよ、これピアノで弾くみたいな。ほんとここピアノなりそうだよね、こういいね、この曲。てかここめっちゃピアノじゃん、そういえば弾きてえな俺も。やっぱできる、みんなこれ。てかみんなポテンシャルいくつぐらい、この見てる人たちは。どんぐらいなんですかね、ちょっとそれ気になるわ。いいよ、自分語り、今日だけ俺許可するわ。あの今だけもう自分語り許可するんで。 12.5？ ちょっと待って、ちょっと 12.5 ちょっともうやめるわ、これさ。単純にさ、単純にやってて本当に危な、炎上するとかだったら危な俺とんでもないこと言おうとしちゃった今。ルルンルルルン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 。ちなみにこれ全部 PM したのすごくない？これグッてくとインフィニティ、これね一番これが難かった。グッてくよりこれが一番難かった、フェアリーテール。これ本当にね、やっててもうストレスの塊みたいな。ストレスをやってください、ビヨンドじゃなくてストレス。あ、 12.45 めっちゃさ多くない？そういう何、ランカー多くない？あ、11。あ、11がやっぱ一応多いのかな。平均ってどこなんだろう、中央値。11ぐらいなのかな。最近始めました。へえ。すごいね。一番最初って1からだっけ、ポテンシャルって。忘れたわ。11.12。PM 名するのすごい。あ、そう。あのね、音ゲーにおいてね、すごいってあんまないと思うけど。ただ、別にすごくはなくない？なんか、キモいというか、どちらかというと。いいね。これめちゃくちゃ好きなんだけど、フォーレンスクエア、分かる人いない？これサイレントルームの曲の中で多分一番言い過ぎだけど、俺ね最近のサイレントルームのね、あの987654321みたいな曲あったんだけど、あれめっちゃ好きだったんだよ。太鼓の達人のね公募に出てたんだけど、あれめっちゃ好きだった。なんかあれで聞いたわ、サイトから聞いたわ。変な、いいね、分かる、いいよね。987654823みたいな、よくわかんないね曲名だったんだけど、あれどういう意味なんだろうね。クソ画質、まあ、別に良くない、そんな画質とか。みんな目つぶりながら聞いてよね、音を楽しんでほしいわ。ここ好き、ファーファーみたいなさ、音楽好きなんで、めっちゃ好きなんでここ。なんか画質悪いのは本当申し訳ないの、ソフトバンクなんだからさ、しょうがなくない、画質に関してはさ。ラジオでした、そうだよ、ラジオだよこれ。てかなんならラジオでもいいと思ってるんだけどな、これに関しては。そう、内部精度つけてないからね、なんか精度いいように見えるけど内部精度ぐちゃぐちゃなんだよ、意外と喋りながらやってるとね。てかカメラが邪魔すぎてさ、ちょっとなんか見えないしさ、終わってるわ今日。エモいよねこの曲。ダンタリオンと、あ、ダンタリオンね、あったね、もう1ヶ月ぐらいやってないですけど、いいね。え、ちなみにアーケーで一番好きなのはみんな何なの？それ気になるわ。一番って言われたらなくない？なんかアーケーって。わかる？なんか全部好き。俺はコープスサンズオルガンスっていうのが一番好きなんだけど。なんかむずいよね。ダンタは個人差。いやー、あのね、ダンタとか個人差じゃない。あれもう全員、慣れればできる
系の譜面だと思うんだけどな、全員が。ちょっともうやめるわ、本当に。フォーレンスクエア嫌い。バルアラゼロ試合が、今来たポテンシャルいいよ言って。今日だけね、許可する。自分語り今日だけしていいですよって俺が言ってるから、それでコメント欄あれたもん知らない。グローリーロード。あ、ミルザム。エーテルストライク。あ、エーテルストライクってあったな、なんか。夏。俺もうやってないわ、全然。エーテルストライク、どこだっけ？これか。いいよね、これもう。これさ、フォーレン、ん？違う、なんだっけ？フラクチャーレインのさ、むずさっていうかさ、これ PM って相当だよ。なんかさ、グリーバス PM とさ、最強 PM とはまた違くない？なんかリズムなんだからさ、ほんとに。アジュ 1.45、へぇ、妖艶好き。え、やっぱさ、1番ってなるとさ、そういう、なんだろう、ガチガチ系、1番ってなると多分難易度7と8の曲ね、ランクインしない説っていうのを押したいんだけど、ザメッセージのジャケットより、あ、ザメッセージいいよね、これ。この背中で語る女ね、これエロいよね。服着てないもんだって、めちゃくちゃエロくない？背中で語ってるこの女。イザナ、あ、イザナね。あ、イザナやろ、イザナ急にやりたくなった、モチベ上がった。これね、1個豆知識ポイントあるんだよね。エーテルのキック綺麗だよね。あ、そうだよね、わかるよ。ザメッセージスコ、わかるよ、スコだよ、スコ、ここ好き。そういうコメント俺もと、これからイザナいい譜面だよ、めちゃくちゃ。これさ、なんかギャ、あ、ちょっと待って、ここ逆にするとなんかいいみたいな、あれ、なんだっけ、なんか逆にするとさ、生きるみたいな話あったよね。あ、イザナなの。てか、エーテルよりハルシオンの方があった時、あ、そうなんだ。へぇ、そりゃそうか。なんでコンフリクトとさ、ハルシオン、なんか逆のポジションになっちゃったんだろうね、あれ。よくわからんわ。あー、もう頭悪すぎ、俺さっき逆にするっつったのに。あー、ちょっと待って、ちょっと逆できなくね、これ。次絶対逆やるわ。え、ちょっと待って、逆できなくね、これ。なんか指逆にするとやりやすいらしいの、なんかアークノーツが。わかる、言いたいこと。全然できねえわ。あ、それなんか ラウルさんが言ってたみたいな、あったな。え、ちょっと待って、めっちゃさ、やりにくいんですけど。ちょっとこれさ、言い訳する男ダサいって思うかもしんないけど、めっちゃやりにくいからね、これ。ジエレトシ、嫌です。テルフクガル。テルフクがバカ裏技。え、これ死ぬやん、こんなんしたらさ。1回目は逆、2回目は普通で。あ、そうなんだ。1回目逆で取って、2回目普通で取ると、いけるの？あ、そうなんだ。でもさ、もう、俺 PM したことあるからもういいわ。もうイザナもう やらんわ、もう。全部逆手じゃなくて、あ、そうなんだ、全部逆手じゃなくて、最初と最後、あ、なるほどね。はい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 。なるほどね。サビアと、あー、もうすごい豆知識すごいいっぱい来る。もういいよ、俺もういいわ、もうみんなと違って僕も PM してるんでいいです。こういうの言うとめちゃくちゃムカつくね。めちゃくちゃムカつくね。いや、三日坊主だよ、俺。うん。じゃあなんかさ、もう、バトルナンバーワン、あ、違うさ、知ってる、みんな、バトルナンバーワンもう著作権かかっちゃうんだよ。それなんか11人ぐらいいるじゃん。だから誰かが、誰か一人が著作権強いせいで引っかかっちゃうんだよ、これ。知らないと思うけどね、みんな。こういう譜面が一番楽しいんだよな、わかる、その感じ。 Q プラスのね、なんかこういう感じの譜面が一番楽しい。ブラックロータスとかさね、ああいうの一番好きなんだよ、俺。いいね、ガチね、いい。神曲かどうかは分かんないけど、なんかもうすごい好きなんだよ、譜面が。これね、ボルテのね、なんか攻防落とされたっていうのすごい衝撃だよね。すげえと思うわ。これどのぐらいのレベルの人ができるんだろう。これポテンシャルさ、11やったらできるのかな、こういう譜面って。そう、そんぐらい、なんか気になるよね。どのぐらいのレベルの人がこれ PM ぐらいできるんだろうって、なんか気になっちゃう。おお、アクシウム PM してる人いない？そういう人とね、俺結構好きなんだよね。そう、なんかアクシウムってさ、すげえ、なんだろう、もうなんか、もうそれだけでランカーになれるじゃん。そういう下心満載でいくけどさ、強そう感すごくない？アクシウム。ああ、なるほどね。喋りながら、いやね、あのね、喋りながら別にね、みんなできると思うよ。精度意識しないんだったら多分みんなできるよ。いいね、ここね、なんかね、そう、おしっぱできるんだよね。あ、画面暗い？でもね、明るくすると、ね、白飛びしちゃうんでね。
そう、なんか iPhone でやってるんだけど今、あの録画を、録画じゃない、なんだっけ、あの生放送 iPhone でやってるんだけどさ、なんか白飛びしちゃうんだよね。そういうね、なんか機能ないから。 iPhone X だったらいいのか、いいのかもしれないけど、俺なんか iPhone 6S やってるから。うん、すげえ楽しい。なんかアーキはね、著作権厳しいよね。あんまその話題しんわ俺。やっぱちょっと変なコメント聞かせてた今。いや楽しいわ。あ、 10.8 やっぱさ、みんなポテンシャル、なんかさ、俺一時期1年ぐらい前の時さ、もうなんか同じ生放送でポテンシャルいくつぐらい聞いたんだけど、みんな9とか10だったの。やっぱさ、同じ視聴者が見てるってことはみんな成長してるってことなのかな。すごいなんかエモいね、そういうの。 iPad おすすめあります。俺これね、自分の iPad が何かもね、よく分かってないから、あんまね、俺に聞かん方がいいよ。もっと上手い人とかに聞いた方がいい。なんか手元専門のチャンネルみたいな人とかにコメント欄で聞いてみてほしいわね。そういう人たち多分答えてくれると思うんで。あ、これ PMC だ。そういえばめっちゃ楽しくない？ Feels so right featuring レンコ、レンコ連続コンティニュー、太鼓たちのどんだ好きそうだな、レンコっていうワード。メモファクやってほしいです。何メモファクって、え、何メモファクって、メモリーファク、初めて聞く曲名なんだけど。あ、そう、あ、ゲームか、そういうゲームね。ツイッターなの、あー、すごいよね、これめちゃくちゃ楽しい。あ、これも PM したしさ。そう、死体詐欺がすごいんだよ最近。蜂のやべえやつ。あー、わかったわかったわかった、もういいわ。あ、これ好き、ギブミーアナイトメア。これ前のアップデートだから結構好きな、あのさ、ワールドエクステンドみたいなやつでさ、俺一番好きかもしんない、ギブミーアナイトメア。これいいよね。あ、でも俺こっちの方が好きかな。月下いいよね、すごい。あ、ここでさ、ここでエデルライターが完成してるっていう話聞く、みんな。ここすごくない？エデルライターエモいな。なんかランダムで一曲やるわ。あ、わかる、よかった。これ聞きながら寝るとすごい。何がすごいの、ちゃんと教えてほしいわ。アミーグデータ、これさ、アミーグデータじゃなくてアミグデータなんだね、知らなかったわ。 1A フルート、あ、 1A フルートいいよね。ランダム信用なら、どういうこと、ランダム信用ならんて、そんななんかガバガバなの。いや、これマジでいい。このさ、アミーグデータ最近めっちゃ聞いてんだよね。めっちゃいいよねこの曲。譜面もいいしさ、やっててクソ楽しい。うん、このたまんねえよ、このなんだろう、独特な世界観すぎるの、たまんないんだよ。でーでー、なんかちょっとサイレン、確かになんかサイレントルーム、フラムス、ニトロはなんかもうちょっとなんか世界観の持ち主すごいね。なんかなんだろう、そいつらにしか分かんないなんか世界観みたいな、ある。あ、分かる、そういうのは分かる雰囲気だね、本当に。もっとね、ニトロとかね、アーキアがなかったら今頃さ、曲作ってる、ずっと曲作ってる人だったのかな。もう今さ、譜面制作者のニトロの方が名前上がってね、普通にそっちの方が高いと思うんだけど、どうだろう。あー、これ9なんだね、9プラスだと思ってた。これ抜けたら怖いぞ、これさ、テンペスト対立でここのアークノツ抜けてみ、多分死ぬよね。一回抜けたいな、好奇心で一回ここのアーク抜けた、抜け、ぬ、まあいいや、ちょっとコメント読むか。あ、そうだね、この曲はコープスサンズオルガンと同じアップデートがちょっと、あ、なんか似てるんだよ譜面が、こういうとことかね。いや、すげえさ、なんだろう、もうなんだろう、なんかかっこいいとかね、かわいいとかね、美しいとか、そういうのじゃない、なんかエモいっていうか、そういう次、なんかそういう次元じゃないよね、こういう曲って。なんか一つの作品として、昔のさ、ナムコオリジナルとか聞いててもさ、なんかさ、ネタっていうか、なんかクソダサい曲いっぱいあるじゃん、ナムコオリジナルって。そういうのに比べて最近の時ってほんとなんかかっちょいいよね。いいわ、ここ楽しいし、めっちゃタタタタタタン、リズムなの、ここのリズムめっちゃ好き。一応 PM っていうね。
マジで楽しいよこれ。みんなもねぜひやってみて。アミグデータとかさ多分売り上げやばいと思うわ。なんだろう、メモリーアーカイブの中でも結構トップクラスの人気なんじゃないかな。エモ。今からイヤホン、今からインターホン鳴らしていい？いや絶対嫌です。テンペスト対立使うとバンされるらしいよ。あそうなの。ど何そのさユダみたいなやめてほしいんだけど、そういうの不明制作者コンポーザー強い。あーすげえ楽しいアーケー。やっぱりアミグデータ、もうテンペスト、なんかさこのあれさ、アーキアのキャラってさ、キャラの自己主張やばくない？音楽がかっちょいいけど、やってるやつは周りから見たらかっちょいくない？本当だよね、マジでそうだよね。音ゲーってさ、なんかもう、ほんと曲かっちょいいんだけど、音ゲーマーでかっちょいい人は、多分この世に一人も存在しないよね。本当に。てるふこんばんみ、こんばんみ。アバントレ。俺もこれやろう。わかるこれ。どっち指か知らんけど、これこうやってやっとくわ。これで、俺これでやってみよう。アバントレーズ、これでやります。どういう縛りプレイって思うかもしれない。俺これでやるわ。今ね、こいつと一緒。サンプリングマスターズメガちゃんと一緒の。なんかさ、全然面白くないしさ、なんか全然できてないしさ、もうほんと終わってんだけど。B ゼア好き。あ、B ゼアいいよね。B ゼアどれだっけ？あ、これね。これも著作権引っかかる。俺ごめんね、まず口開けば著作権の話しか出てこないんだけど、教えてあげるわ。著作権が一番厳しい曲、このねアーキアの中で一番著作権が厳しい曲を教えてあげようか。これなんだと思う？みんな予想してみて。このアーキアに収録されてる曲、収録されてる曲ね、収録されてる曲の中で一番著作権厳しい曲は何でしょう。問題です。何でしょう。シンキングタイム。俺のね英語の先生毎回ね、シンキングタイムみたいな毎回言ってくるのクソうざくて、それちょっと真似しちゃう。シンキングタイムって言うんだけど、うざいよねそういうの。なんだと思う。試合がハルシオン、あーニルブル、ニルブルちゃんマジでダメ。あーパーティクラーズ、あーパーティクラーズね、ごめん違います、パーティクラーズじゃないです。正解教えます。あーニオネズないし。じゃ正解はこちらです。また難易度順にしたらね、上の方なんだよな。正解はこれです。知らなかったでしょ。これ今ねワンチャンこれでも消されるからね、これでもワンチャン消される。ちょこのちょっとあーってとこないと、これねもうこうやって音質悪くしとかないと多分ワンチャン消される。ワールドエクスキュートミーが一番強いこれ。すごい、もうほんとこうやってないと消されない、ほんとに怖いよこれ。今もうほんとにもうバンされてるかなってね、ずっと見てるけどバンされてないね。あほんとだよほんと。で多分2番目がパーティクルアーツなんじゃないかなと思うけど、パーティクルアーツってわかる？パーティクルアーツこれね、これ2番目。これも確かに厳しいよね。バーチャルセルフ、これなんだっけ。バーチャルセルフってさ、なんかのサブ名義みたいな話聞いたんだけど、これ誰だっけ。そう、ワールドエクスキュートミーがほんと一番強い、強すぎて、もう これね投稿1秒後に消される。消されるは言い過ぎだけど、もうね、なんかもうまず YouTube からね変な広告、変な通告来るんだよね。あなたの動画大丈夫ですかみたいな、すごいコメント来る。怖いよ。まあいいよね。てるく叫ぼう。いや、なんかね、母ちゃん起きちゃうんだよ。母ちゃんいないけど、父ちゃん起きちゃうから。嫌よ。あ、ブロッサムス一番上になってる難易度順にしたとき。え、あ、そっか、さよなら初恋がさ、あれになったからか。ブロッサムス一時期めっちゃ好きだったんだよね。わかる人いない？ブロッサムスいいよね。そう、YouTube の上。めっちゃ厳しいよ、YouTube。違う、YouTube が厳しいじゃなくて、ミリって人が厳しいんだよ。ミリが。だから、D モの曲とかでも、そう、たまに厳しいのあるよね。めちゃくちゃ厳しいの、ミリの曲とか。そう、てるふく、母ちゃんいないの？いや、いるけど、いるけど今はいない。そう、ダイオード。おとん参戦させよう。いや、おとんね、音ゲーやってるとブチ切れるからやめた方がいい。てか、おとん音ゲーやってること多分知らないと思う。テレテレテレ。これも著作権多分厳しいんだな。ドットゥードット。そう、なんかフュージェネ？これ、フュージェネって読むんだっけ？これの中で多分唯一これ、豆湯豆腐さんが多分厳しい。あと、サイキ。どっちも YouTube 再生数すごい。やっぱすごいよね音楽って、すごいと思うわ。うん、一番著作権弱いの逆に、うん、この辺とかじゃこれなんか、うん、この辺とかじゃない、著作権一番弱いの知らん。もうなんか半年ぶりぐらいに聞いたわ。リレンテレス、これなんて読むの、リレンテレスかな。ラーバ来てほしい。いやだから森森やつしも著作権厳しいんだよ。知らないと思うけどさ、そう、知らないと思うけど、モリモリやつしも著作権厳しい。
あーこれも厳しそう。個人的にね、僕がもし YouTube の僕が YouTube で、自分の曲作った曲が無断転載されてたとしても僕は別に消さない人なんだけど、どう？みんなはやっぱ嫌なのかな、そういうのって。普通嫌だよね。ね、あーこれもね厳しいね、著作権。なんかもう著作権の話になると俺マシンガントーク止まんなくなっちゃうの、本当に申し訳ないけど。てかこれ著作権っていうか普通にさ年齢制限かかりそうだよ、ワンチャンあるよね、ワンチャン。あ、採算は、あ違う、なんか採算ってねめっちゃ不思議な方法取ってて、採算の曲 YouTube に投稿すると何が起こるかっていうと、僕とその動画の収益分けましょうっていう感じになるんだよ。例えばその動画1万再生いったとして、で広告収入が2000円入ったとするじゃん。そしたらじゃあ1000円ちょうだいって言われる採算っていう感じなんだよ、採算。採算とあとあの人、うん、その辺は収益じゃあ分けましょうよっていう、まあ扱いに なるんじゃないかなっていうね。いろいろね面白いんだよねそういう話とかね。その話3回目そんなしたっけ俺、ね、これ10なのみんなどう思う？俺さこれとこれ一緒の難易度っていうのマジで納得いかないんだけど、これなんか嫌じゃね、これとこれ一緒の難易度。一番好きコープスタンスオルガンス、なんかすごいね。次コラボなんだと思いますか？ステライツお願いするわ。俺ステライツほんとやってほしい、コラボ。ステライツの曲はいらんからキャラだけ欲しいんだよ、ほんとステラっていう。ステラ覚醒とかクソ激アツ展開じゃん、絶対ないけど。あ、てかなんか CD のキャラがさ、なんか10月までだっけ受け取れるの、なんかそういう話聞いたんだけど本当なのあれ？だったら10月までにさ、さすがに買いたいなと思って CD ね。なんかあったよねそういう話、なんかコメント欄で見たんだよね。久しぶりにコメント欄開いてさ、なんかおい大丈夫かお前っつってコメント来てたわ。いいね、これもさ、もう PM 俺ね、イキリとかじゃなくてマジで鉱物サンズオールがねめっちゃやってるから、多分 PM ね今週中にワンチャンいける。地味にね リズムじゃなくてね、もうアークノーズがクソむずいんだよね。うわわかる、コープスサンズオルガンってねリズムなんじゃないんだよ、アークなんだよね本当に。タン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 、ガラクタドールが俺10の中で一番むずい説をしたいわ。コープスサンズじゃなくてガラクタドールが一番むずい説。なんでいつも一人で、もうそれもういいわ、なんもうね語るとね涙出ちゃうからやめてください。サントラ布教用聞く用に買ったぞ。おーほーんほーん、グローリーロードでれてれてれて、これも収益化できないですね。あこれあのさ、チューニズムとかのさあれ知ってる？闇チューニズムとかセガとかさ、あのコナミとかバンダイあるじゃん、あの3つ、セガとかコナミとかバンダイは、まあ、例えばガラクタドールはまあちょっと別なんだけど、曲とかを出した時にあなたは作曲者に、動画消すとかそういう権利ないから、もうなんかもう厳しいんだよね本当に作曲者に対して。セガが例えば公式音源出しますってなった時に、いやダメですよダメですよ、だってそれうちの曲なんですからっていう感じで、セガが出していいですよって許可するまで絶対出しちゃダメみたいな、ね、もうすげえ厳しいらしいよ、怖いね。イカズチアクシウムやってください、嫌です。なんかもうなんか嫌だわ、モチベ的に。最初イカズチはドツチって呼んでた、あかわいい、俺もドツチって呼んでたかもしんない、イカズチ。え、これさ、毎回ちょっとさ、もう一回だけちょっと言って、イカズチに関して物申しっていい？イカズチ、ちょっと待ってね、これでこれイカズチに、イカズチのズチってさ、アイズチのズチじゃんね、ちょっとめっちゃ、なんかもうツツツツやばいけど、これさイカズチ英語にするとさ、ズがさ ZU なんだけど、これ普通さツに点々だから DU じゃないとダメじゃねみたいな、これわかる？これアーキャちょっとガバくない？イカズチどう思いますかこれに関してね。えちょっとこれ納得いってないんだよね今のところ。なんだなんだそれ、もうなんだかんだ慣れたね、アーキュアの新しい SE。 そうね、イカドゥティね、イカドゥティじゃないとおかしいよねっていう話。
かな。まあイカドゥチね、イカドゥチの方が絶対いいと思うんだけどね。もうこれやるわ、いい加減。これいい加減さ、もうほんと EX だけは取らんと、ハッシュタグ 1F1E3 さ。え、これさ、確かさ、なんかこの色じゃなかったっけ、 1F1E3 さんって。だからこの色じゃなかったっけ、 1F1E3 さんってなんかあったよね。パソコンでね見れるんだよ、 1F1E3 さんってやるとなんかね出るんだよ、ちゃんと。とかなんか絵師とかが持ってるなんかお絵描き用のアプリとかで多分ね 1F1E3 さんってやるとこの レールの色とね全く一緒の色出てくると思うよ。確かそんな感じだった気がする。エモいよね、そういうの。ここリズムはかマジでわからんわ。これさ、なんか動画とか見るべきなんだろうけどさ、なんか俺習うより慣れる派だからさ、なんか参考の動画とかさあんま見たくないんだよね。ただただモチベが下がる、なんかそういうの見てると。うわ、上にはこんな上がいいのかみたいなさ。テンテテンテテン、あ、意外とね持ちこたえてるね。カメリア人気最近やばいよね。カメリアネットのやり方めっちゃうまくない？知ってるカメリア、なんかさメガロバニアとかさ、なんかマリオの曲とかさ、ともしびの星とかさ、めっちゃリミックスするせいでさ、なんか音ゲー以外の人にもめっちゃ認知度高いみたいな。そう、あれめっちゃネットのやり方うまいなって思うんだよね俺は。カメリア、あ、なんかカメリアさ、なんかラノタに来るって話聞いたんだけどさ、あれマジなの？あ、あ、ばばばばね、ちょっとラノタにもさ、多分月額の方かな、ラノタのカメリアって。なんかそういうのもね、ちゃんと調べたいけど。うーわ、忘れてた完全に。ラノタの、ツイート数がや、あ、なんか、追廃？あ、もう来たんだ、へぇ。まあ、今度やるわ。え、月額のやつじゃなかったら今度やるわ。うん。試合が PM。これ10プラスの中で多分一番最初の P。ダンタリオン、そういえば潰す。俺。ダンタリオン潰す。そうだよね、親指詰めてるね、申し訳ない。その話すると、次言うともう本当に、俺山口組のトップなんだけど。ちょっと待って。よいしょ。このダンタリオンのさ、最初のここめっちゃ嫌いなんだよね。わかる？なんかもう、ただただ不愉快ノーツ、わかる？でもそうせんでええやんみたいな。全押しでいけるっていう。ここの全押しは好きよ。うお、ダンタリオンかっこいいな。自分のタップ音がかっこいい。これさ、収録するときと iPad 違うんだけどさ、だからさ、そのせいでさ、なんか初見の動画撮るときはさ、黒い iPad でやってんだけど、なんかあれなんだよね、なんかやりにくいっていうかさ、画面のサイズがほんのちょっとだけ違うからさ、だからちょっとね、初見がやりにくさでね、なんか補正かかっちゃうんだよね毎回。それをみんなにね伝えたい。おお、てかバカリズムなんだよねこの辺とか。なんか別に P はできるんだけど、なんか理論値がね無理そう、こういうのって。うわー、もういいわ、もうええわええわええわ。マジでさ、これどういうソフト使ってんのか気にならん？なんか別にさ、なんか YouTuber のさ、編集ソフトとか気にならないんだけどさ、作曲者のさ、作曲ソフトはめっちゃ気になるんだよ俺。わからん？なんか、これどうやったらさ、こういう音が出るんだろうなっていうの。気になるよね。すげえわ。いや、死にそうじゃね？みんなかけて。俺死ぬと思う。こっから。あ、死ぬ？死なない未来見せてあげる俺が。ね、すごいっしょ俺。やればできる子なの、すごくない？
なんか結構コンボスも繋いでさ、すごくない？やればできる子 YDK すごいな。いや、すごキモ俺キモただそれだけなんだけど、キモ俺。いやでもね、もっと気持ちいるから、もう PM とかさ。いや、すごいな俺。代行とかじゃないんだ。どういうこと代行って。今何腕代行させてんの俺、すごくない？それは喋りながらできるのすごい。まずだからそれは誰でもできるの。生徒口じゃないんだけど、それは誰でもできるから。本当にさすが山口組組長、本当にね、組長だから。あのね、援交じゃ済まされんからね。うん、いやキモいよね本当に。おとん嬉しい言うとるから、多分おとん俺がおとぎしてる姿見たら多分泣くんじゃないかな。うん、やらないとできない子。いや、いいね。まあそうだね、元からポテンシャル高いですけど。いや、ダンタリオンすげえわ。楽しいわこれ、ダンタリオン。ちょっとエアコンつけていいですかね。いや、やめよう。親泣かせ、ほんと親泣かせよ。親に音ゲーしてること言ったらどこの反応すんのかな。ね、気になるよね。最強ストロンガー。あ、なんか英語になってるわ。あ、英語のしたっけ俺さっき。なんか最近認知症すぎてさ、ね、フラクチャーレイやってください。もうさっきからもう俺さ、難易度10や、あ、そう、難易度10なんでやってんの俺。難易度10今日やらないって決めてたんだよ。そう、なんでかっていうと、延長最強バルハラやってはな。ねね、あのさ、サイさんのバルハラって知ってる人いる？みんなこれバルハラゼロじゃなくてサイのバルハラって知ってる人いない？知ってる？みんな。なんかね、あの曲めっちゃ好きなんだよね。わからん？なんかめっちゃいいよねバルハラゼロ。あ、これ Q プラス最難関節マジで押す。あ、知ってる？あ、やっぱ知ってるか。あれめちゃくちゃいい曲だよね。ね、こういうのとかもさ、なんか美しすぎてさ、なんかもう怖いんだよね、美しすぎて。ね、あ、ね、いいよね。グルコスでした、ね、グルコスってさ、なんであんなさ終わっちゃったのあれ。なんかかわいそうだよね、グルコスもうさ、ザ終わりっていう感じのさコンテンツになっちゃったじゃん。めっちゃかわいそうなんだけど。ヘブンリーカレス、これさ、ヘブンリーカレスさ、あ、テンペストゲージ、ヘブンリーカレスさ、あそこのドゥルルルのところでさ話したらさ、テンペスト対立どんぐらい減るんかなって気にならん？気にならんよね、あんま気にならん、ごめん。テン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 、マジ神曲だよねこれ。ノア、ノアさんの曲。あのなんだっけ、アストラルテールみたいな曲あったじゃん。あれね、もうあんまやってないんだけど、こっちだけはね本当にね、もうやってるわ。すげえいい曲だよねこれ。いつまでたっても PM できないんだよね。ちょ、みんな見ててほしいよ、逆に見てて。みんなさ、ここさ、ここ絶対に間違ってないのにできないから、ちょっとみんな証人になって。ここ、これ俺何も悪くないのになんかできないんだよ。ほら、なんか抜けてるでしょ。これ俺悪くないんだよねえ、俺悪くないのになんか勝手に抜けんだよこれ。え、ほんとにさ、え、なんだろうこのもどかしい、もどかしくないわ、もうただイライラさ。ちょ、一旦話してみて。あーすごいことになってるわ。あ、でもね、なんかギリ耐えるんじゃないこれ。あ、耐えたわ。ゲージすげえな。テンペストゲージってみんな使う？使わなくない？すごいな。これヘブンリーカレスに関してはもう本当に好き俺。ね、これも好き、エモいから。エモいっていうの本当にすごいな、エモい。あ、使わんのや。ね、これね、一個面白いこと教えてあげようか。これね、例えば春菜っているじゃん、春菜使うとね、こう見てて、ここ帰らんないっていうね、呪いかかってる俺。すごくない？こう帰らんないっていう呪い、すごくない？もう一回やってあげようか。これさ、かなえ使うじゃん、こう帰るじゃん、帰らんないっていうね、呪いかかってるか俺。そう、オフラインそう、種明かししないでもらっていいですか、ちょっと営業妨害なんで。完全に今ね、もうアーキア初心者騙そうかなと思ってるんですけど。春菜って何のキャラ？ね、これさ、何のキャラなの本当に気になるわ。そういえばさ、これなんだっけ、チューニズムなんだっけ、なんだっけこのキャラ、忘れちゃったわ。そんなやつもいたな程度にもなんないんだよね。あ、ウニなんだ。へえ。曲名一番長いのこれ、切ない。ルナーオービットビリーブインザエスケーペランチロード、これ一番長いのかな曲名。そういうのも気になるよね。曲名一番長いのどれでしょう選手権。あっちはシェイダスオブライトインアオフトランス、あ、こっちのが長いわ。え、どっちなんだろう、これとさ、どっちが長いと思う。これルナーオービット
こっちかな、曲名長い方ランキング。その曲評判悪いね。そう、そんな評判悪くなくない？アポロプログラムさん、 FT オーセライ。オーセライってなんかあれだよね、タイコンたちにね、なんか出てたよ、なんとかエモエモみたいな。曲名はこっちかな、すげえな。あ、違うさ、そう、シェイダスオブライトにトランスエンドルネルギャルってやつね、曲のね長さも2分48秒ぐらいあって、これも多分一番長いんだよね。すげえな、自己主張が。あ、最近これ好きなの、リコンストラクション、リコン、リコンスレダクションみたいな、めっちゃ好きだね、これ。リャーザン、これ最近めっちゃ好きだね。そう、マジンエモっていう曲あったんだよね。まあ別に好きかって言われたら別にそんな好きじゃなかったけど、まあなんかいいなって思った、普通に曲としては。太鼓の達人らしくてね、めっちゃ今なんか、まあいいや、風呂入ってないからさ、ちょっとワンチャン今臭いかもしれない俺。ごめんね、画面越しに匂い伝ったらほんと申し訳ないけど、こういう譜面がやってて一番楽しい。何のさ利益にもなんないけどさ、こういう譜面やってるのが一番楽しい。そう、何の自分で、ね、実力のプラスにもなんなければポテンシャルも上がんないし、けどでも一番楽しいんだよな、こういうのがね。いいよね、たまに難易度7とか8やりたくなる。難易度7はないけど8はやりたくなるわ。しかもちょっと顔の濃い難易度の8がやりたくなる。ほら、こういうのめっちゃ好きやん、こういう譜面。わかる？めっちゃ抜けたけど。あ、やっぱわかってくれる？コメント見ながらやるとね、すごい著しくさ、場所が外れちゃうんだよね。リズムはわかってんだけど。いいねー。いや、絶対この曲の方が評判悪いでしょ。さっきのルナーオービットより。あ、ルナーオービットの方が悪いのかな？ダイナミックスパックってさ、意外と人気なのかな？ね。気になるよね。一番人気のパック多分さ、試合がのパックだと思うんだけど、違うかな。あのグリーバスとか抜いて試合が一番人気説っていうのを押すわ。チューニズムとか。あ、ちょっとみんな聞いてて、いくよ、みんな聞いてて、いくよ、ここ聞いて、ここ。お、ここめっちゃ好きなの、わかる。テンテレレレ、あのね、ちょっと音がなくなっちゃうサビみたいなとこめっちゃ好きなの。いいよな、俺も音楽作る人になりてえわ。楽しい、かっこいいよね。やっぱシンギュラリティなイメージ。嘘、シンギュラリティそんな人気ないと思うけどな、試合がに比べたら。どうだろう、ベッドインバウンダリスというダイナミックスの最強曲、あれでしょ、15のやつでしょ。ていうかさ、今のさ、あれなんだっけ、めっちゃ来てたよコメント、ダイナミックスの雨天調なんとかやってくださいみたいなコメントすげえ来てたんだけど、あれなんだったんだろう、あの曲なんか来てたんだよね、雨天調なんとかって曲やってみたいな。だからね、やろうかなと思ってるんだけど、明日ぐらいの動画に出そうかなぐらいの。そう、ウサオ人気すぎるよね、ほんとに。見よ、ウサオ、ウサオどれ、あ、これか。これさ、あれなんだっけ、バグあるんだよね確かさ。ここでビヨンドにしてからこれをやってウサオにすると、あれアプリ落ちるみたいな話聞いたんだけどな、落ちないんだ。へえ、修正されたんかな、黒川大輔のところで。メガとギガが15っていう。へえ、乾燥してるんだ。へえ、なんだかんだでこれも好きだな。うん、これもなんだかんだで好きだわ。これも好き、ババロック。次多分ビヨンド来るとしたら多分この辺だろうね、この辺の。え、ビヨンド何が来るんだろう次。ビヨンド欲しいな、こういうの来そうだよね。ビヨンド10とかで来てほしい。ビヨンド10どう。わー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 、これいい曲よ、めちゃくちゃ。よいしょ、テルフクは何、テルフクはセユーラさん知ってる、あ、知ってるよ。なんかちょっと待ってね、歌っていい、テレレレテレレって一緒でしょ。なんかあのね、ちょっとダイナミックス知りました、ごめんなさい、ちょっと歌いたくなっちゃうんですけど。あ、間違えた文明、これか、ロスト。これビヨンド来そうだよね確かに。いやでもね、ちょっと俺アーキアの人たち、アーキアの何、あの企業さんの方々、 CK さんのこと嫌ってる説あるから、ワンチャン来ない説押すわ。これさ、これ知ってる、みんな豆知識。これレインベントさやるとさ、何が起こるかっていうと、よくしょ、レインベントやるとここのね縁消えるんだよね、これわかる、縁消えてるのわかる、ちょっと拡大する、これ縁消えてるのわかる、そう、縁消えちゃうんですよ。知らなかったっしょ。
よっこいしょ。まあこれは結構有名なのかな。あとさ、なんかジャケットが変わるやつもあったんだよな。てかさ、ビヨンドのさ、俺、なんだっけ、これフェアリーテールさ、みんな一回やってほしいんだけどさ、これ本当に害悪すぎない？聞いたことある？あ、やっぱそうなんだ。あれね、俺が広めたっていうことにしていいよ、していいよっていう。前も言ってたっけ俺、これマジ害悪な譜面してんの。本当にみんなやってほしいわ。なんかさ、ちょっと空気曲ポジションじゃんこの曲が。だからビヨンド、まあいいやって思ってる人いるけどかもしんないけど、マジで一番むずい。ビヨンドで、あのテンペスティッシュも以外で、いやマジでこれクソむずい。すげえ、もう本当になんかイライラする。ほら、もう見て、もうこの時点でおかしいじゃん。すげえよこれ。よっこいしょ。なんかさ、もうビヨンドっていうさ、増えてからさ、なんか全部ビヨンド来てほしい。なんかムーンライトサンドキャッスルとかさ、ビヨンド来てほしくね。わかる？わかる？ムーンライトサンドキャッスル、わかる？なんかね、メガネの女のジャケットのやつなんだけど、あれとかめっちゃいいよね。ね、ああいうのも来てほしいんだけど。いや、マジでこの譜面害悪なの。やりにく。なんかさ、もう譜面のさ、制作者のさ、もう味がもう最近分かるようになってきてさ、これ誰が作ってる譜面だなっていうのがさ、分かるようになってきたんだよ。なんか分からん？そういうの。なんかお気に入りの絵師とか見ててもさ、あ、これ〇〇さんの絵だっていうさ、オタクが食べになるっていう現象あるらしいんだけど、それと一緒でさ、あ、これなんとかさんの譜面だっていうのは最近分かるようになってきたっていうのを今言ったんだけど、この譜面が誰が作ってるかっていうのは全く見当もつかないっていう。いや、マジで害悪だよ、この譜面。てかもう、うぜえわ。あのさ、もうやってんのにさ、勝手に青くなるの、これクソうぜえわ。うん、やってるもんだって。俺やってちゃんとやってるのに赤くなるの、本当にもうつらい俺。ね、なんかさ、もう怒ってるとかそういうのじゃなくて、もう悲しいもん俺。なんでそうなっちゃうんだろうっていう。悲しいわ俺、ただただ。そう思いませんか皆さんも。外役だったら大体トースター。トースターの譜面じゃあちょっと教えてよ。トースターの譜面って何があんの？トースターの譜面、トースターの譜面教えてよ。トースターの譜面、トースターの譜面どれ？これ？じゃあなんか外役の譜面ちょっと適当に言ってみよう。外役の譜面、あ、これトースター？これ誰？これ譜面制作誰？あ、バンキシャ。これ誰？これ誰が作ってるの？これちょっと見てみよう。ちょっと初めましての00さんっていう方。あ、ウロボロスな。あー、グッテクビヨンド。いや、グッテクビヨンド別にさ、全然そんな外役じゃないと思うけど、あんまりリズムと合ってない感じ。あー、そういうことね。フィラメントとかね。確かにこれもなんかさ、トースターだったイメージがあるわ、印象が。うん、これトースターかな。ブラックティー。ちょっと待って、俺がさ気になる譜面の人大体知らない人なんだけど、ブラックティーって誰？絶対ブラックティーってまずいやん。トースターはシンギュラ感。あ、ハルシオン。あー、あのさ、アークノーツ抜けちゃう感じのやつね。これトースターでしょ。見てみよう。ニトロ、カタストロフ。そのなんかさ、譜面制作者のなんかそのカッコつける感じ流行ってんのかな。デレレレレ、ザメッセージは。だからさ、これトースター説押すわ。夜ロー月食ね。これ夜ローって誰？ニトロのことなの？これってそれすらも俺わかんないんじゃない？フィラメントとかそこら辺の外役系は1万円以内に入りやすいイメージがある。へえ、1万円以内ってどういうこと？その1万円以内って結構誰でも入ることない？ちなみにアーテルバスとか。ああ、なるほどね。ニトロなんだ。あ、これ伝説の曲。これやるわ。何も言わずにこれやるわ。何も言わずに。ニルブルーチェ。ニルブルーチェって初見で読める人ゼロ人説押すわ。よっこしょ。ちょ、何も言わず。ちょ、待って、見てなかった、ごめん。今はまずい、やめた方がいいかな。いや、やるよ俺。え、何がまずいの？ちょっとそれ説明してちゃんと。何がまずいのかよくわかんない。何言ってんのお前。いや、ほんといい曲だねこれ。なんかエクステンドとかあったらさ、ぜひね聞きたいんだけどね俺ね。どう？なんかこの曲のさ、エクステンドバージョンとかあったら聞きてえよなね。公開してくんねえかな。ぜひ聞きたい俺ね。どう？みんなもそう思うでしょ。ぜひ聞きたいもん俺。どう思ってるみんなは？
新しいさ、しかもエクステンドだからもちろん新しいイラストもね添えて聞きたいなって思ってる俺は。どう思ってるみんなは。いいね、ここのリズムさむずいよね。なんか BPM 高い曲ってね喋りにくいんだよね実は。知らないと思うけど、だからテンペスティッシモとかニルブルーチはめっちゃ喋りにくいけど、それに引き換えフォーレンスクエアとか、まあ、ネルフぐらいだったら全然喋りやすいんじゃない。サイレントルームですごい喋りやすい譜面が、喋りやすい譜面。よし、やってて楽しい。あそこ色変わったんだ、アークノーツの色アップデートで。こういうの好きなんだよね、急に出てくる。あれフィールスソーライトにもあったんだけどさ、急に出てくるなんだっけ、ピコピコ、ああいうのめっちゃ好きなんだよね俺。いやみんな聞きたいでしょエクステンドバージョン。てかさ、なんか昔なかったっけ、エクステンドじゃないけどさ、なんかフルバージョン、なんか昔なかったっけ、なんかそれ知ってる気がするんだけど俺。ニルブルーチェのさフルバージョンみたいな、3分ぐらいのさ、ちょっと音変わってるよみたいな。あれちょっと待って、俺全然リズム分かんなくなってる。待って、ちょっと待って、大考説で出るからやめて、そういうの。久しぶりにやったらなんかめっちゃできなくなっちゃったわまあいいや、直近10個ぐらいのコメント。ニルブルーちゃんほんと好きすぎね、好きだよね、絶句炎上マジなんかさ、俺の周りのあの作曲者の方がなんか炎上しがちじゃない。別にさ俺全然いいけどさ、絶句さ炎上しないでしょ。なんか音楽ゲームがなんかどうのみたいなさ、なんかアクシウムみたいなポジションにはなりたくないよ。なんか簡単に説明するとアクシウムクライシスみたいなポジションになるのはショックだよなみたいなこと言ってたよね確か、ゼックさんね、ゼックさんなんか言ってたような記憶がある。違うから超だるがらみされてた、まあ、別にさ無視すればよくねみたいな。俺なんかもうリプ返さない人だからさ、もう分かんないよそういう感覚が。なんかそのだるがらみ、なんかさツイッターとかさらすとかあるけどさ、別にもう無視すればよくねみたいな。そいつとなんでそんな対等にさ、なんかあるじゃん、なんかこいつマジクソキモいみたいな感じでさスクショさらしたりするけどさ、別に無視すればよくねみたいな思わないですかね。あブロックもそうし、ブロックもしない、ミュートだけするみたいな、わかんないその感じ。それが一番いいと思うんだけどね、クワリア。これなんて読む、これみんな読めるかな、これさバルハラとかさ、ミルザムとかそういう以前の問題で、これクワリアイデアタジラジョみたいな、これ一番読めないよね、一番読めない。ここ色変わって、ね、ここさなんでアクノーツの色さこんな感じになってんだろうね、これすげえ違和感ある、このアクノーツの色、赤と青の。だって右と左用じゃないのかな、右縛られたらさもうできなくねみたいな、よくわかんねえな。いやいいね、初期譜面感すごい好き、こういうの。昔のアーキアみたいで、ちょっと夜も遅くなってきちゃったな。あ、こういうの好きよ。俺もなんかさ、もう なんだろう、このねエモい譜面好きなんだよ。ただ単に普通の譜面じゃなくて、それそうする意味あるのっていう、なんかもう意味があるのか本当に分かんないんだけど、そのなんかその位置に、その位置の理由はみたいな、ちょっと理由がよく分かんない譜面好きなの。理由が分かんない譜面が好き。危な、なんかエモいよねこういうの。ジブリとかが一番エモいっていう言葉合うんじゃないかな。そのなんだろう、その3文字で片付けてほしくないけど、ジブリが一番エモいよね。一番エモいの何ですか。ジブリです、堂々と答えるわ俺。なんかさ、就職活動とかするとさ、尊敬している人物はとかさ、なんか学校とかさ、なんか大学とかのさ面接で言われると思うんだけど、尊敬している人はとか言われると思うんだけど、俺久石譲って言おうかなと思ってさ、それよくない、久石譲めっちゃ尊敬できん。こうやってやるといい。また嘘のコメント拾っちゃった。なんかさ3本指駆使するとやりやすいよってさコメント見たからさ、3本指やってたんだけど全然やりにくいじゃんみたいなね。そう、久石譲いいよね。これ名前にサイってついてる作曲者大体好きなの。久石譲とサイとサイレントルームとサイキとあとサイレントルーム、名前にサイってついてる作曲者全員めっちゃエモい説っていうのね提唱したいですね。こんばんは。なんかさこうやってやるとね、なんか3本指ってどういう3本指かは分かんないけど、なんか3本指でやるとやりやすい。またね、釣りのコメントだったわ。釣りのコメントにまんまと釣られちゃったわ。切な。そうさ、もうパスとさ
これね埋めようと思ってたんだけど、なんかもう楽しくなさすぎて全然やってなかったのよ。パストってね、気づいた俺楽しくないわって思った。パストちょっとやろうかな、パスト、パスト埋め。これミスったら死ぬわ俺。アバントレーズとかね、しこってぼーっとしてたらライブが始まっていた。いつも最初見逃すんだが知らねえ、お前がオナニーしてんのが悪くない？普通になんでそのポエムみたいなやつ別にここに書かなくてよくね。うわクソ楽しい。こういう譜面やってるとね、たまに成長がある。なんかさ、ジャッキー・チェンのさ、修行でさ、洗濯物干してるだけで、なんだよ、こんなん修行になんのかよって、いやいややってたら、実はそういうのが戦いに生きてくるみたいな感じがあるんだけど、そういうのありそうじゃない、アーケーにも。パストのさ、アバントレーズやってさ、こんなん何になんだよって思ったけど、実はもう、めっちゃ重要みたいな。あるよね、そういうのありそうだよね。ね、そういう展開好きよ、俺。こんばんは、どうもこんばんは。意外とね、コメント読めるんだよ、パストやると。パストって過去って意味だっけ？なんかエモいよね、そういうのも。ベヨンドがなんか、未来。いや、フューチャーが未来なんか、未来か。ってことは、ベヨンド。俺、パストでミスるってことは、もう相当。あ、ちょっと待って。え？録画止まってんじゃん。あ、止まってない。めっちゃ焦った、今。なんかさ、一人ずっと喋ってるなと思ってさ。今、なんか、録画停止しましたって書いてあったからさ、めっちゃ嘘つくじゃん、これ。危な。正規暴露大会はコースだった。懐かしいね、それ。正規暴露大会。いや、そんなことした覚えないんですけど、あなた、なんか記憶障害なんですかね。そんなことした覚えないんですよ、僕。ビヨンドはその先、みたいな。ちょ、怖くね？その先って怖くね？で、フューチャーはだって未来でしょ？で、プレゼントが、なんか今、みたいな。あの、林修でしょ？で、パストが、あの、昔？個人で、フューチャーがもうちょっと先だよ。で、その先がビヨンドなの。初めて知った、それ。今来た。どうも、こんにちは。なんかさ、YouTuber のさ、ちょっともうこれ何回目って話かもしんないけどさ、YouTuber のさ、はい、どうも、皆さん、こんにちはのこの4コンボ何ですかっていう、ちょっとさ、俺言いたいんだけど、あの4コンボマジで何？はい、どうも、皆さん、こんにちは。あれ何？あの4コンボ。みんな言うよね。特に登録者ね、2、30人ぐらいの YouTuber みんな言うね。なんかたまにコメント欄で書いててさ、その人のチャンネル間違えてプッて飛んじゃう時があって、その時になんか動画上げてて、そいつの動画見ると、はいどうも皆さんこんにちはみたいなさ、おめに皆さんも視聴者いないよっていう、皆さんっていう単位じゃないみたいな。手持ち無沙汰。あ、そうなんだ。言わないと死ぬ呪いなんだ。あ、そうなんだ。じゃあかわいそうだな。リビクシー。これ9になったの知ってた？みんな。俺さ、なんかもうマジでさ、俺の動画見てる説ってなってさ、これとリビクシーとあとなんだっけ、なんかいろいろさ、9の8とかさ、なんで 9? あ、妖艶魔女とかさ、そう、あのさ、難易度変わったやつあるじゃん。アレクサンドライト以外のさ、こういう、なんだろう、モデリスタとか、ね、こういう曲あるじゃん。これと、この辺。あと、レビクシー。あの4曲、俺確かに動画の中で、なんかこれ難易度上げた方がいいみたいなことを言ってたのよ。で、確かにね、それコメント欄すごい来てて。で、だからもうワンチャン、あのアーキア見てる、アーキアやってる人が、アーキアやってる人じゃない、アーキアの運営側が俺の動画見てるんじゃないかっていう、そのなんだろう、ちょっと高望みじゃないけどね、そう解釈することにしてるんだけどね、俺は。あ、ミルザムは言ってないんだけど、まあそうだよね、すごいなって思って。これバカ譜面楽しいよね。もうそうこうしてるうちにさ、もう1時間になっちゃうよ。もうしかもさ、深夜になって、もう寝て、みんな寝るよ。もうちょっとさ、ラストにヘブンズドアやろ。俺ヘブンズドア多分ね、譜面一番好きかもしれない。譜面何が一番好きですかって言われたら、ヘブンズドアなんだよね。わからん？ヘブンズドア。ブロックロータス神曲。ね、なんかね、すごいいい曲だね。あ、ちょっと待って。これスピード1にしたらさ、あれ見えるんじゃね？これスピード1にしたら、あの、ヘブンズドアの最初のさ、プーンの演出見れる説ない？どう？学生だからまだね、いや、学生だからね、あ、今日土曜日か。あー、なるほどね。ごめん、めっちゃ臭い演技しちゃった。土曜日ってこと知ってんのに。ああ、見えないんだ。あ、さ、土曜日ってさ、みんな何時に寝る？音ゲーマーは。音ゲーマーはってそんな関係ないと思うけどさ、みんな何時に寝る？いつも。平日は何時に寝てさ、休日何時に寝るか教えてほしいわ。これ譜面バグりそうじゃない？アーカブ速度1やったらさ、なんかおかしい。あ、4時に寝るんだ。あ、もうね、なんか、多分、え、ちょっと待って、ちょっと待って、理解しがたくない？今の。何今の。ちょっと見て、今の。こういうことなんだ。あれ、後ろから来てるんじゃなかったね。ここで来て、こうなるんだね。初めて知った、これ。知ってた？知らなかったんだよ、これ。
食らわせろみたいな歌詞やな、これ確か。でもごめん、適当なこと言わん方がいいかもしれないけど、だから空耳すごい好きなんだよね。あー死ぬ、あー、あれね、なんかあそこから来てこう来るみたいなね、よくわかんないですけど、いやまあ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 、すごいいいんじゃないでしょうか。アーカブ、アーカブね、なんか多分ガチればいけるかもしんないんだけど、もうほんと無理だわこれ、もうストレス溜まるから無理なんだよ。あ、創作言語なんだ。え、じゃああのさ、食らわせろって言ってないの、ここ、ここ食らわせろって言ってないの、なんか食らわせろって言ってるの聞こえない、なんか言ってない、あ、ガラスのって言ってんの、食らわせろにしか聞こえないみたいな。え、これ誰が歌ってんだろうね、このフェリキタスさん、こういうネタなのかな、なんかその辺のなんかそういうの拾ったのかな、こういうネタとか。あ、違う、これフェリキタスさん本人歌ってんだっけ、なんかあったよねそういうの、ベクター。このベクターね、曲やるとね、あの概要欄にいつもさ、なんか1曲目何やったっていうの書くんだけど、そのベクターの R のね、あれめっちゃめんどくさいね、毎回トイザラスって打って、で予測変換でトイザラス出てきて、トイザラスの R が判定してから、そこトイザラスの他のとこで消して、ここ消して投稿するみたいなこのベクターマジめんどくさい。レッド&ブルー、これさ、なんかなんだろう、エイプリルフールの印象強すぎるよね、レッド&ブルーとかイグノッツとかさ、なんかもういいのか、それはさ、作曲者としてどう思ってんだろうね、エイプリルフールの方が有名になっちゃうみたいな。あ、ベクトルなのこれ、あ、ベクターじゃないの、ベクトルなの、へえ。トイザラス有能すぎ、そう、トイザラス結構有能なのよ、スペクタ、これ人気ないよね、なんかすごい、もう応援したくなる、僕応援してるよスペクタ、あんま人気ない、あんま人気ない曲って応援したくなっちゃうね、ね、わかる、不純な白い鳥、これ地味にこういうのの作曲者ってあれなんだよね、確かあのダイナミクスのさ、罪曲みたいな、なんかああいう曲書いてたりとかさ、なんか意外とさ、これ同じだったんだっていうのを見つけるの楽しいんだよ最近、俺それ趣味になってるわ。あ、ヤーで出てくんだベクターって、いや、ヤーってやると出てくんの、ちょっとやってみていい、ちょっと待ってね、あ、やべ、ちょっと待って、やっぱやめよう、ちょっとなんかいろいろとさ、やばいもん出てきそうになっちゃう、危な、あ、やめとこ、やっぱやめとこね、これこれマジでさ、もう本当にもうね、ステライズのパックのさ、あれが消えたじゃん、もうその時点でもう運営は正気の沙汰じゃない、もう本当にそういうことなんだろうなって思っちゃうよ、やっぱ悲しいわ俺、夜桜吹雪のこの作曲者知らんけどさ、もう悲しいわ俺、やーってやると出てくる、ちょっとみんなやーって言ってみて、しめじとかでやーってやってみてよ、じゃあほら、そうやってさ、もう僕の動画見てる人みんな嘘つくんだよ、平気な顔して、平気な顔して嘘つくんだよ、だからそれでさ、まあ、さっきの3本言うのそうだけど、めっちゃ騙されるんだよ俺、騙されるから嘘つくんのかな、あ、やーで出てる、あ、出てるんだ、あ、やー、あ、出ない人もいるし出る人もいる、へえ、へえ、まあ別にベクターそんな毎日やるわけじゃないからもういいんだけど、まあそう考えたら、うん、譜面が一番好きなのはヘブンズドア、2番がこれで、一番好きな曲はあれね、俺はコープスサンズオルガンね、これ一番好きね、これだけでもね覚えて帰ってくれればなと思います。いやまあすごいね、楽しかったんで、1時間やっちゃったよみんなね、ということで今日ね、ありがとうございました、皆さんありがとうございました、またね見てくれると嬉しいっすね、楽しかったっす僕はどうだろう、チャンネル登録とね、高評価よければお願いしますっていうね、 YouTuber いるけどね、僕ね、いつも言わないようにしてるんですけどね、あの、なんで言わないようにしてるかっていうと、毎回言おうとしてるんだけど、僕 ADHD で忘れちゃうっていうね、 ADHD じゃないんだけど、なんか忘れちゃわない、チャンネル登録と高評価よければお願いしますみたいなね、ちょっと言うわこれから、あ、じゃあね、バイバイ。